今回はこれ、Alldocubeの 8.4 インチタブレット、iPlay 50 Mini Pro NFE、開封した後、快適に使ってるんですけど、その翌日ぐらいに楽天のAlldocube公式で買ったんで、レビューしてケースプレゼント、それをゲットするためにレビュー書きました。はい、このあたり。仮にこれ Amazon さんだと、報酬ありきのレビューとなるんで、おそらくというか、完全に NG。このあたりがちょっと、楽天と Amazon、変わってくるポイントですよね。で、そのレビューを書くとき、レビューの文章に、購入した時の注文ナンバーを書いて、一応僕は念のために、ショップにレビュー書きましたよっていう、報告だけ入れておきました。するとその翌々日ぐらいに、これ、箱に入って、ケース届きました。ということで今回は楽天のAlldocube公式から iPlay 50 Mini Pro NFE これを購入してレビューを書くともらえるケースゲットしたんで、ちょっとこれどんなものか見ていきたいと思います。それでは始めていきます。で、ほんとやっぱり iPlay 50 Mini Pro NFE その後使ってみてかなり快適に気に入って使ってます。はい、寝室で使ってるんでかなり輝度落としてますけど、僕の用途ではバッテリー持ちも結構いいんで、ほんとこれ買ってよかったと思ってます。ただこれの開封動画でも言いましたけど、僕の場合はプロじゃなくてもよかったかなっていう、そういうイメージはまだあります。ただこのプロ NFE、めっちゃ良かったところもあって、このあたりはまた次回、しばらく使ってみた辺でお話ししたいと思います。で、そうそう、今ご覧いただいた通り、スリープ状態で置いてあっても、持ち上げるとスリープ復帰。はい、これは、プロ NFE でも使いました。設定からディスプレイ、下の方にある、指を離してスリープ状態から復帰。この項目をオンにすると、スリープ状態からでも、持ち上げると、復帰してくれます。はい、便利。生体認証がないんで、家用のタブレットとして、家の中で使ってる間は、ピン入力なしで、こんな感じで使ってます。で、ちょっと前回から気になったままなのが、DRM インフォ。そのアプリ更新できないっていうお話、これもまだ片付いてません。また近々、Alldocubeさんに聞いてみたいと思ってます。はい、それでは、今回、ケースにつけるんで、一旦、この TPU ケース、外しておきます。で、今回いただけたのが、こういうケース。Alldocubeのタブレットは、今のところおおむね、オートスリープ機能ついてないんで、やっぱりこのケースも、特に、マグネットなし、はい、こういった、黒蓋付きの柔らかい、こういったケースを送っていただきました。で、上蓋には、はい、ここ、Alldocubeのロゴが入ってます。で、体重測定します。まずは、この、50 Mini Pro NFE。これが、アンチグレーフィルムを貼った状態で、309g。で、このケースを足すと、415g になりました。ということで、ケース単品では、106g です。はい、これ。ケースとしては、ちょっと軽い方かな。はい、とりあえず、はめてみます。はい、こんな感じ。蓋はブラックで、やっぱり、マグネットはついてないんで、蓋はパカパカ、吸着することなく、こんな状態。で、もちろん、オートスリープ機能はなし。まあ、とはいえ、外に持ち出したり、カバンに放り込む分には、こういったケース必要になってくるんで、これがおまけでプレゼントしてもらえるっていう部分、これは嬉しいですよね。はい、これ上部、タイプ C ポートに、この角、イヤホンジャック、で、下部はスピーカー穴、で、向かって右側に、電源ボタンにボリュームボタン。はい、この通り、しっかりくり抜かれてます。で、ただこのカメラ、もうほぼフラットなんで、これはちょっと、カメラ保護には心もとない、そういったケースになります。まあただパッと見、めちゃめちゃチープ感があるわけでもなくて、これはやっぱり、ついてくると嬉しい、そういうケースだと思います。はい、僕はこれ、仮に旅行なんか行った時に、電車とか飛行機とか、前ポケットにこの上蓋を引っ掛けるところがあれば、動画とか見やすいんですよね。はい、これない場合もありますけど、一応これ、マグネットがないんで、ちょっと不安定さありますけど、上蓋を折り込んで、スタンド代わりにもなるし、やっぱり、このケースは嬉しかったです。はい、よかったら、Alldocubeの iPlay 50 Mini シリーズ、楽天ショップの、これ、レビュー書いてケースプレゼント、これのあるうちに、ご購入された方がお得かもしれません。ということで、今回楽天のAlldocube公式iPlay 50 Mini Pro NFE 買って、レビューを書いたら、結構早々とケースを送ってもらえたんで、そのご報告でした。で、このiPlay 50 Mini Pro NFE、冒頭でもお話しした通り、僕は結構気に入って使っていて、プロじゃなくてもいいかなって思いつつ、プロの方が良かったなって思える部分、それも出てきたんで、また次回。ちょっと使ってみた辺かしばらく使ってみた辺、それでやってみたいと思います。またこの iPlay 50 Mini Pro NFE、あるいは iPlay 50 Mini でもいいです。気になるところご質問なんかあれば、ゲームはちょっと苦手なんで、それ以外で、よかったらコメント残していてください。ということで今回、iPlay 50 Mini Pro NFE、ケース届いたんでつけてみたっていう、そういう動画でした。ではまた次回。